ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームのコーナーです。鹿児島ユナイテッド FC スタジオの DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動応援メッセージお待ちしています。さあ、前節を振り返っていきましょう。鹿児島ユナイテッド FC は今季初のアウェー戦を戦いました。明治安田生命 J3 リーグ第2節、鹿児島ユナイテッド FC 対ロアッソ熊本の九州ダービー。前半ね、熊本にペースをつかまれてしまうんですよね。前半37分 PK で失点、さらに後半9分に2点目を許してしまいます。しかし第1節とは真逆の展開、後半に鹿児島らしいサッカーを見せてくれました。後半24分にウェズレー選手がコーナーキックを頭で合わせてゴール。後半42分には米澤蓮選手が同点ゴールを決め、2対2の同点となりました。ね、その後ね、逆転できる勢いもあったんですけれどもね、次こそ勝利したい、そんな試合でしたね。ラジオネーム、ユナイテッドサポーター部クーさん。バトルオブ九州、アウェー熊本戦、白熱したいい試合でした。米澤選手のあのゴール、そしてその後のね、アディショナルの米澤選手のあのシュート、思わず入ったでしょうと叫んでしまいたくなりました。日曜こそ勝ちましょうといただきました。いやいや、本当にね、米澤選手乗ってますよね。いやー、惜しいのあったんですよね。入ってたらねっていうところですけれども、いやでも本当米澤選手かなりね、あの調子がいいというか、まあ、今回のそのゴールを見ても、あの皆さんすごく冷静だなっていう印象あったんじゃないかなと思います。今日のインタビューの中で、あ、そんなことを考えていらっしゃったんだっていうね、そんなシーンもありますので、ぜひこの後のインタビューもお楽しみに。さあ、ではその同点ゴールを決めました米澤蓮選手のインタビューです。どうぞ。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム。今日はこちらの選手にお話を伺います。自己紹介お願いします。背番号36番、米澤蓮です。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日もトレーニング後リモートでお話を伺っているんですが、さあ、まずはですね、前節明治安田生命 J3 リーグ第2節、アウェーでロアッソ熊本との対戦でした。0対2からの同点劇だったんですが、ではまずは試合を振り返っていかがでしたか。前半相手がすごいアグレッシブにプレスをかけてきた中で、まあ、自分たちがやりたいことをうまく消されて、自分たちもなかなか攻撃できず、まあ、苦しい時間が続いて、まあ、2失点してしまったんですけど、まあ、そこからしっかり追いつくことができたんで、はい、まあ、それはポジティブに捉えていいかなと思います。まあ、ただ逆転できるチャンスもあったんで、うん、それをしっかり決め切りたかったですね。そうですね、まずはその前半からちょっと相手に苦しめられたなっていう印象がありましたが、そこから2対2同点に追いついたというのは本当に感動しました。まずその同点ゴールを決めた米澤選手なんですが、その同点ゴール、技ありゴールだったと思いますけれども、振り返っていただいてもいいですか。まあ、うまくボックスの中に、相手のボックスの中に侵入できて、まあ、パスもらった時に砂君がいいランニングしてくれたんで、うん、まあ、それを使おうかギリギリまで迷ったんですけど、まあ、練習であの形でゴール入ってたんで、うん、まあ、そのイメージがあったんで、うまく振り抜けたかなと思います。あのちょっとこうボールを受けてから、あの少し右にこうずらしてというか、ちょっとトラップしてゴール決めたじゃないですか。あれはシュートコースみたいなと見えてたんですか。見えてるというよりは、そのスナ君が後ろ回ったんで、相手の動き見て、うん、それで使うか自分で打とうか決めたんで、まあ、そこで一回外して、まあ、コースは見えてないですけど、練習でずっとあの角度はやってたんで、うん、なんかこの辺かなっていうので、見事に決めましたね。そうですね、うまく入ってました。その後あのサポーターのところに、こうちょっと腕を振って盛り上がるような感じで米澤選手がジェスチャーしてたじゃないですか。あれってサポーターへのどんなメッセージだったんですか。まあ、アウェーにもかかわらずすごいたくさんの人が来てたんで、
やっぱあれだけの人が来てくれてたら、まあ、同点ゴールやったしイケイケになってたんで、うん、まあ、さらに勢いが増すかなと思ったんで、ちょっと泣けましたね。そうなんですか。感動してしまいました。まだでもその先にね、その逆転っていうチャンスがあったっていうのをずっと米澤選手もインタビューで答えてましたけれども、次はもう勝つしかないというか勝ちしか見えないんですが、どうですか。そうですね、やっぱホームやししっかり勝たないといけないかなと思います。今回まあ同点で終えたわけですが、逆に言うとこの1節2節で見えた課題ってどんなところですか。1節目は入りの試合の入りの部分でうまくいって、まあ、終盤にちょっと失速した部分があって、まあ、前節は終盤に勢い持ってやれたんで、まあ、最初から最後までしっかり自分たちが自信を持って自分たちのサッカー、攻撃的なサッカーをスタートからしっかりできれば、まあ、いい試合になると思うし、だからそういうのを修正してしっかり90分間戦えるようにしていきたいなと思う。一節二節でその攻撃面アグレッシブなハードワークをするっていう鹿児島のサッカーはこう体現できてるのかなと思うんですけど、今週のトレーニング見てて守備面っていうのをちょっと強化しているのかなっていうのを感じたんですが、守備面へのこう意識っていうのは今週ちょっとこう課題として取り組みましたか。まあ、どうしても失点数が多いので、まあ、そこは修正しないといけないですし、まあ、クロスからの失点も多いので、うん、逆に言えばそれしか今のところはないので、うん、まあ、そこは話し合ってコミュニケーション取りながらやってる部分もあります。そうですね、やはり課題はしっかり明確に見えていて、それについてこう取り組んでいらっしゃるっていうトレーニングでそういう姿が見えたので、次がますます楽しみになりました。次節ホームゲームになります明治安田生命 J3 リーグ第3節3月28日日曜日13時キックオフ福島ユナイテッド FC 戦ですが、米澤選手のその福島ユナイテッド FC の印象っていかがですか。まあ、フォワードにイスマイル選手がいて、そこの迫力があると思うんで、まずそこをやらせないのと、まあ、そういうチームだと思うんで、そこでしっかり戦える準備をしていきたいです。試合への意気込み改めて聞かせてください。まあ、まだ今年勝ててないので、まあ、次はホームで戦えるんで、しっかり勝てるように戦いたいなと思います。まだ聞けてなかったので聞きたいんですけど、米澤選手の今シーズンの目標ってズバリ15得点すごいを目指します。15得点ですね。今までで最高何点。12かな。おー、あと3点だったんだ。この間で J3 40得点だったんですよね。あ、そうですか。うん、らしいです。じゃあ今年で50はいくってことですね。そうですね。応援してますよ。頑張ってください。はい。はい、では、サポーターの皆さん、ラジオを聞きの皆さんに、米澤選手からメッセージをお願いします。まあ、日曜日、ホームで試合あるんで、ぜひスタジアムに足を運んでいただいて、共に戦いましょう。はい。さあ、では、米澤選手がいつもリクエスト曲がユニークで、私はすごく楽しみにしているんですけれども、今日は、どんな曲ですか？ベリーグッドマンでライオン。一番好きなやつ？多分、前も言ったと思うけど、うんうん、多分これはどんな米澤選手にとって曲ですか？どんな曲？頑張れる曲？また今週末ホームゲーム頑張ってください。はい、頑張ります。はい、今日は米澤レイ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。